ムアマ・ジュダボはセネガル共和国ダカール出身でフランスのサッカー選手である。ポジションはディフェンダー。かつては右サイドのミッドフィールダーとしてプレーしていた。ユース時代はダカール市内に所在するクラブである ASCA5 でプレーしていた。2000年に AS サンティティエンヌの下部組織に入団。2003から4年度よりトップチームに登録されるようになった。2005年、 エリー・ボー監督在任中に、プロフェッショナル契約を締結。5月7日、トゥールーズ FC との試合で、リーグアンにデビューした。翌2006年より監督となったイワン・ハシェックにより、右サイドハーフとして起用された。2007年5月24日には、エリック・モンバエルの離脱に伴う追加召集の形で、U-21 フランス代表に召集された。 2008年9月21日、パリ・サンジェルマン、FC との試合にて、リーグアン初得点を記録した。2009年2月9日、アルゼンチン代表との国際親善試合に臨む、フランス代表に、ジャン・アラン・ブームソンと共に招集された。ガエル・クリシーとジュリアン・エスキュデの事態に伴う、追加招集であった。2009年、バイエル・ミュンヘン・アーセナル FC オリンピック・リヨン。 またバレンシア CF を含む複数のクラブが獲得に乗り出していると報道された。2010年5月23日、契約満了を受けてスペインセビージャ FC への移籍が決定した。2011年8月30日、移籍金100万ユーロでオリンピックリオンに移籍した。ありがとうございます。